い、どうも速録です。今回はすごく厳重な梱包で届きましたこちらの製品を紹介していきたいと思います。ドンドン、よいしょ。はい、ということでレーザーペッカーさんからレーザーペッカー2っていうねレーザー彫刻機、こちらをね提供していただきましたので今回紹介していきたいと思います。で、今回ね本体とロータリーツール、このあたりのねセット品を送ってくれたみたいなんで、まあ、とりあえず全部開封してまず中身を見ていきたいと思います。これケース付きとケースなしがあるみたいなんですけど、今回はこのケース付きですね。よいしょ、せーの、オープン。おい、こうの方が良かったね。発泡スチロール、これが今回紹介するレーザーペッカーさんの LP2、まあレーザーペッカー2というモデルになります。はい、取扱説明書ですね。こんな感じでちゃんと日本語で書いてますね。初めての俺でも安心して使えそう。それと、あ、今回ねモバイルバッテリーパワーバンクっていうのもつけてくれたみたいなんで、これの取扱説明書も入ってます。あ、これなんかサンプルかな。なんかちっちゃい木の板となんか金属のプレートみたいなのが一緒に入ってますね。で、こっちがドン、あ、なんかゴシャゴシャゴシャっときましたよ。 USB Type C Type A の L 型になってるケーブルですね。これが1本と、DC プラグですかね。はい、これも、アダプターと DC プラグ、あと多分これが電源の線なのかな。それとまた USB 出てきた。こっちも L 型の Type C と Type A のケーブルですね。よいしょ、箱の中に箱、マトリョーシカみたいですね。で、開けると、あ、これがレーザーペッカーさんのパワーバンクってやつですね。要はモバイルバッテリーみたいな感じだと思います。結構大きめですね。5200mAh っていう感じで書いてますね。あ、バッテリー容量 5V2.1A だと 15600mAh、 10.8V6A だと 5000mAh ということで、もうパワーバンクって呼ぶにふさわしいかなりのごつさですね。正面はこんな感じになりますね。 DC 電源と USB Type C Type A のジャックがあるっていう感じになります。ゴムの材質になってるんで、きっとこうやって立てて使うんだろうね。こんな感じで、あ、あとここになんかボタンがある。ここがスタートボタンになるのかな。あとなんかもう箱にメガネのマークがついてるんで、これなんか保護メガネが入ってるのかな。あ、かっこいい、なんかいい感じのメガネですね。あ、うん、かけ心地もすごくいい感じ。僕の持ってる保護メガネで一番いいかもしれないですね。次からちょっとこれにしようかな。あと、なんだろう、これなんか木の定規が入ってますね。すごい軽い材質の木のスケールですね。それと黒いビスが1本と六角レンチが1個。はい、ということで、とりあえずケースの中に入ってたのはこんな感じですね。で、続いて次こちら、バーサタイルエレクトリックローラー、何が出るかな、何が出るかな。はい、ということでレーザーペッカー2取扱説明書、こちらも日本語で書いてます。うおー、なんだこれ。まず出てきたのがね、ゴム製なのかな、なんかパッキンみたいな感じですね。あとこっちにも USB Type C Type A の L 型タイプですね。はい、このケーブルが1本、あとこれが実際のロータリーツールになるのかなと思います。ドン、おー、なんかすげーな、質感がめちゃめちゃ高い。さっきのね本体も質感高いなと思ったけど、こっちもすごいっすね。これアルミ合金でできてんのかな。まあ、さっきのこの本体もそうだったんですけど、全部このアルミ合金製でできてるような、そんな感じの材質ですね。これなんだろう、なんかのブラケット、なんか挟むのかな、うん、どうなんだろう。はい、ってことでロータリーツールに入ってるのは以上です。で、最後にね、こんななんか板も入ってたんですよ。これ何なんだろうね。あ、なんかの台座、なんかすごいガタガタしてて後ろにゴムが貼ってあるような、はい、こんな台座ですね。うん、これが1枚付属されておりました。はい、ということで入ってたものをね全部並べるとこんな感じです。で、かなりの点数入ってますんでおさらいはしません。で、開けてみてやっぱり良かったなって思ったのが、全部がね質感高いです。とんでもなく質感高い。このアルミ合金製の本体もそうだし、このパワーバンク、あとこのロータリーツール、全て質感が高いかなと思います。で、このケースもねすごいしっかりしたケースですね。ソフトケースなんだけど結構硬いような、はい、がっちりした感じですね。持ち運びすごくいいです。で、ケース自体はね軽いんでかなりいい感じのケースかなと思います。ということで次はねこの本体ですね。まだこのベールに包まれた本体を開けていきたいと思います。うわー、なんかすげーなこれ。よいしょ、破いちゃおう。あ、なんだ、取れるんじゃん。
取って袋剥がせばよかったんだ。これがレーザーペッカー2の外観になります。質感かなり高いです。でまだ電源つないでないんで何とも言えないんですけど、おそらくこの辺はこれ全部タッチパネルになってるんじゃないかなと思います。昇降するためのタッチセンサーみたいなものがこのサイド側面にもありますね。で裏面見てみましょう。裏面はこんな感じ。レーザーなのでまあ焼くんでね、これきっと排気のファンがついてるのかなと思います。でファンを接続するための USB のコネクターがついていると。本体の裏面に USB Type A のジャックが2つ、 Type C が1つ、あと DC の電源ですね、 DC ジャックが1個っていう感じの構成になってます。はい、ということでこれから使ってみようと思うんですけど、その前にこのパワーバンクですね。まあパワーバンクっていうぐらいなんで、まあこいつはね持ち運べる電源になってくれるのかなと思うんですけど、で今電源スイッチをねポチンって押すとランプ2個だけ今光るんですよね。なのでまずはこのパワーバンクくんを充電していきたいと思います。充電するときは、はい、ここですね、ここにねインって書いてるんでタイプ C で充電するみたいです。はい、ということでパワーバンクにケーブルを挿していきます。ピッと、なんか光り方もかっこいいな。わかるかなこれ、紫色と青で光ってます。充電終わるの待ってたんですけど、なかなかね終わらないんですよね。まあそりゃそうですよね、この大きさなんで。これちょっと置いといて、今回ね直接起動できるのでもうちょっと使っちゃおうと思います。まず電源はここですね。ここに電源を差し込むと、本体から出てるファンのケーブルここに挿すと、バシ。おそらくこのタイプ C の差し込み口は PC の方で操作ができるんだと思うんですけど、まあ、今回はね全部スマホのアプリの方でやっていこうと思うんで、で続いてもう1本のケーブル、昇降スタンドの方にタイプ C で、この本体の方にタイプ A を挿していく。はい、で電源ケーブル、これをコンセントに差し込むと。じゃあ早速差し込んでみます。ボン。はい、すると、レーザーペッカーの正面がペッカペッカするって感じですね。一通り説明書を見たんですけど、この印刷する彫刻する場所までの距離を11センチにしなきゃいけないみたいなんですね。でその11センチを測るためにこのスケールがついてたみたいです。なんですがこれ多分使わなくて、このオレンジのカバーがもう11センチになってるみたいなんで、要はこれに突き当たってれば OK という感じです。多分これ押すと上がるんだと思うんですけど、おいー、すげーメカメカしい。めっちゃかっこいいな。なんかこのボタンを押すと1ミリずつ上下に動くそうです。はい、で長押しするとずっと動くって感じですね。外にスライドさせるのかな。あー外れた。はいはいはい、こんな感じでこのカバーは外せますと。カバーと同時にねこのファンも外れちゃうんですけど、この下にねジグがあるみたいなんですよ。これこれ、カシャンと。要はこれも11センチの高さになってるので、物体がここに突き当たるように設定すればちょうど11センチになるみたいです。なので目視で測るのか、このジグを使うのか、はたまた先ほどのこのオレンジのカバーですね、これで11センチを測るのか、そんな感じ3種類で測定するみたいですね。でつけるのはこっち側にカチッとやればいいのかな。はい、これだけ。あ、結構簡単ですね。ってことで早速アプリを使って印刷していこうと思います。とりあえずテストに入ってたこの木の板、薄いベニヤ板が入ってたんで、これにまず印字してみましょうか。これただ中に全部入っちゃいそうだな。うん、こんなもんですかね。でここで出てくるのがアプリですね。とりあえず私のこのチャンネルのロゴを印刷してみましょうか。必ずゴーグルと保護カバーをつけてください。はい、じゃあレーザー彫刻開始。木製深さ 3%。 ちょっとよくわかんないけどこの辺とりあえず行ってみよう。はい、 OK。 はい、おー、なんかすげー感動しますねこれは。ちなみに解像度を今 2K にしてみてやってるんですけど、多分この解像度によってスピードが違うんじゃないかな。一応この 2K がマックスなんですよね。なので今めちゃめちゃ遅いモードで動いてるんだと思います。結構ね煙が出ます。部屋の中煙たくなってきてるんで、まあ、換気には注意かもしれない。ちょっと皆さんには申し訳ないけど換気扇を回します。音がちょっとうるさいかも。はい、終わりました。ということで、うわーすげー、初レーザープリントっていうんですかね、こんな感じでうまいことできました。いやすごいねこれね。
あ、惚れてる惚れてる。この黒くなってるところはちょっとへっこんでるような感じですね。なんかこんなにすぐうまくできるんだったらいろいろプリントしてみたいな。思いのほかね、煙が出る。だからこの本体のね、後ろにここにファンがついて、こっからね、煙がね、モク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 って出てきますね。試しに裏面にしてもう一回やってみますか。次はね、この 2x4 材に印字してみたいと思います。これね、ちょっと見てもらった方がいいかな。これプレビューって押すと、この真ん中に1個点があるの分かりますかね。これがどうやら中心の点らしくて、これに合わせると。でこの角度で多分ね、煙見えると思うんで、次はね、解像度を 1K1K ですね、これで印字してみようと思います。じゃあレーザー彫刻を開始。ポン。あー、2倍材だとちょっと薄いかもしれん。今ね、ちなみにレーザー彫刻回数1回にしてまして、で深さ 3% にしてるんですよね。これ2倍材とかやっぱり材質によってこの深さっていうのは調整しないといけないかもしれないですね。ちなみにさっきのこのベニヤ板、これも 3% なんですけど、今2倍材に印字してるの見るとめっちゃ薄くないですか。まあ、ただやっぱり 1K にするとすごく早いですね。もうちょっとで半分終わりそうな感じですね。いや、この煙見せたかったんだけど、あんまり煙見えてないね。てかさっきより出てないんだよ、煙が。あ、終わった。お、すげえ。本体の方でプレビューをしたら四角く出てます。わかりますかね。四角い枠が出てるんで、中心点よりこっちの方がわかりやすいっすね。で次は深さを変えてみます。材質木製にしたら深さが 10% になりますね。 10% でやってみる。燃えないかな。まあいいや、ちょっとやってみましょうか。はい。あー、煙がすごい。やっぱり 10% にすると、はい、この辺今もくもく煙出てます。こうやったら伝わる。煙出てるの分かりますかね。で部屋の中が煙で充満するんで、これ換気必須ですね。こんな感じでございます。で上が深さ 3%、 下が深さ 10%、まあ、木製のデフォルトの設定ですね。なかなかうまくできてるけど、ちょっとこの辺が色濃かったりもするのかな。節があったりとか、そういった関係もあるのかもしれないんですけど、でもね、結構いい感じに掘れてるかなと思います。前にね、動画で紹介したこのサンドペーパーカッターですね、これをセットします。あー、もうちょっとこっちに寄せたいんだけど、あ、そっか、違う、これもしかして回転するんじゃない。これこっち向いてくんないかな。あ、向いてくれそうじゃない。外してくるんと、あ、いける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 。これだったらいい位置に、あ、いいね。これを下にはめて、はい、これで高さを出して、うん、こんな感じで印字しようかなと思います。木製でいいのかな。まあいいか、焦げたとしても、とりあえずやってみましょう。いけ。あ、そっか、これやってみて思ったけど、向きがさ、これ逆じゃない。まあいいや、とりあえずどうなるのかやってみましょう。はい、終わりましたね。なんか周りに焦げた木の粉がついてて、手で払ったらちょっと黒く色がついちゃいますね。若干ね、ちょっと色が濃すぎたかなっていうぐらいで、結構うまいことできましたね。まあ、ただね、本当はね、この向きで印字したかったんですよ。なんですけど、上がこっちになっちゃったね。で深さに関しては、2倍材みたいなね、無垢材だと 10% でいいのかなって感じしますけど、これシナベニアとかね、これベニヤ板関係だと最初のこの 3%、 これぐらいでなんかちょうどいいのかなっていう感じがします。これだとちょっと濃いよね。黒く塗装した木に印字したらどうなるのかっていう実験をしてます。こっちの方がかっこよくないですか。なんか正解はこれのような気がする。これ同じ 10% なんですけど、なんかこっちの方がいい感じですよね。ってことで、まあ塗装しても全然大丈夫ですっていう話です。パイン修正剤結構いい感じですね。木材イコールパイン修正剤みたいな、うん、そんな感じかもしれない。はい、次はね、これちょっとちっちゃいんだけど、うちのワンコです。これをね、写真なんか印刷できるみたいなんで、やってみたいと思います。どんな風にできるんだろう。解像度が高いため彫刻スピードは遅くなります。結構時間かかるみたいですね。効率 100%、 深さ 10%、 レーザー彫刻回数が1ですね。これでやってみたいと思います。こんな感じになりました。結構これはすごいですね。お気に入りの写真とかがあれば、こんな感じで印刷してみるのも悪くないかもしれません。ただね、すごいやっぱり時間かかりました。1時間ぐらいかかったかな、きっと1時間弱、うん、それぐらいかかったと思います。
今度はね材質を変えてやってみたいと思います。この最初から付属してた、まあ、キーホルダーみたいな感じですかね。一発勝負でレーザー照射してみたいと思います。この位置合わせがなかなかねちょっと難しいかなって感じするんですけど、これスマホでも調光できるんですね。こうやって上に上がったりいちいち調整しなくてよかったって感じですね。ステンレスっていうのがあったんでステンレスにしてみました。これステンレスなのかな、よくわかんないけど、はい今完了しましたね。うわーすげー、すごくないですかこれ。それこそさっきのあのワンコの写真とかねキーホルダーにしても面白いかもしれないですね。これステンレスなのかな、あステンレスだなこれ、磁石くっつかないですね。はい次はねいよいよこいつを使ってみたいと思います。なんだっけな、遊びすぎて名前すら忘れちゃった。まあこんな、ローラーですね。サイドに差し込み口があるのでこれがこうくればいいんですね。あちゃんとガッチリはまる、はい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 、動かなくなりますね。昇降のこのテーブルに刺さってたやつをこっちに刺すと、でこの場合はもう一本使ってこいつとこのテーブルをつなぐと、こんな感じで上げ下げもできるしローラーも動くっていう感じになるそうです。で今回はこの台座を使うので多機能電動台座、はいこれをオンにしていきます。でタブレット車円柱ってあるんですけど今回は円柱ですね。それで今回このね円柱を回転させるんだけどこれめっちゃ軽いんですよ。でもしこれうまく回転しない場合はこれゴムパッキンみたいなやつ、これを円柱に巻いて要は摩擦抵抗を上げるってことですね。そのためにこのシリコンゴムのパッキンが存在してるみたいです。なんか輪ゴムでも良さそうだけどね、まあ、とりあえずこの木でどうなるかこのままやってみます。なんとなく 10% じゃ濃いような気がするので 5% でいってみます。おおちゃんと回転してる、あすごいすごいすごい、ちゃんとやってくれますね、機能してますね。あもう終わった、早っ、1分かかんなかったね。こんな感じで出来上がりました。いやこれはなかなかじゃないですか、綺麗綺麗。これ今ボッコに対してちょっと曲がっちゃってると思うんですけど、これはねこの本体の首振り具合、この首振り具合で調整できますんで、これはちゃんとねプレビューでね合わせてからやるとちゃんとまっすぐできるのかなと思います。はい次はねこのガラス製のコップ、こちらで試してみたいと思います。ちょっとねガラスなんでなんか割れたりするかもしれないんですけど、まあ実験ということでとりあえずやってみます。どうやらねガラスには黒いマジックを塗らなきゃいけないみたいですね。はいこんな感じでなんかちょっと広めに塗ってみましたんでこれでやってみたいと思います。はい一応できたんですけど、このグラスがね斜めに細くなっていくような感じなので、まあ、結局ねレーザーの照射距離が変わっちゃうんでしょうね。それでちょっとなんかいびつなロゴになっちゃいましたね。でもこれ多分レーザー的にはちゃんとプリントできてるってことかなと思います。次は100均で買ってきたこのプラスチック製のボトルですね。プラスチック なんだっけな AS 樹脂か、これもね透明なんで黒いペンですね、こちらを塗ってやっていきたいと思います。はいこんな感じになりました。でなんかねちょっとよくわかんないんだけど最初黒く塗ってやってマジックが外れた部分もしっかり印字できてたの で違う部分で試しにやってみたんですよ。したらね全く印字されなかったですね。ここが一番わかりやすいかな、この辺からスタートしてちょうど黒に最後かかるぐらいでやったんですけど、黒く塗ってるところはしっかり印字されてるんですけど、だからここの原理がわかんない、うん、何なんだろう、ちょっと薄く黒いのが入ってたのかな。こちらのねボトルに丸いチャンネルロゴを入れてみたいと思います。この蓋の関係もあって、まあ、ちょうどセンターに来るようにしたいんで今若干マーキングしました。この辺からスタートするといい感じで収まると。ちなみにね素材はねステンレスですね、ステンレスの塗装してあるタイプになります。あ終わりましたね。なんかやってる最中からちょっと思ったんですけど、こう潰れちゃった感じ、何なんですかねこれ。だからこれは正直あまり成功とは言えないですね。なんか縦横比が変わっちゃってるんですよね。あんまりでかくプリントしない方がいいのかな。まあとりあえず出来上がりはこんな感じでした。黒いステンレス製のタンブラーです。
しかもこれは口の方が広がっているっていう感じなので、まあ、さっきのねコップでも分かった通り若干歪んでしまうと思うんですけど、まあ、今回は丸いものをね印字するので、まあ、その歪み具合もよく分かるかなと思って、それと黒いステンレスなので、まあ、印字したところも黒くなってるんですよね今までね。だからこの場合どうなっちゃうのかっていうところでちょっと見てみたいと思います。うん、黒いものにやるのでどうなるんですかね。ちょっと白っぽくなってくれればいいんですけど。はい、終わりましたね。これはね完全に失敗ですね。やっぱりねこんな感じで斜めになってると歪んじゃうってことですね。あ、しかもなんか指でこすったらこの白いところが黒くなりますね。ちょっくらゴシゴシしてみます。黒くなる？白くなる？あ、違う、なんかピカピカになる。あれ、なんかちょっと形変わったけど、なんかこれはこれでいいような気がしてきました。あ、じゃあさっきのやつも拭いたらちょっと変わったのかな。ほらー、あ、なんかグレーになりますね。グレーじゃねえや、ステンレスが出てくるのか。ステンレスがむき出しになるって感じですね。まあ、こっちも別に悪くないかもね。はい、ということで一応本番という体でやったんですけど、こんな感じで2つ出来上がりました。パッと見なんかこういうデザインだと思えばこれはこれでいいのかなっていう気がしてきました。まあ、デザイン次第でかなりかっこいいものが出来上がるんじゃないかなと思います。では続いてこんな細長い板に印字してみようと思うんですけど、次使うのはねこれ。これ何かというと、この回転するこの台座の下についてるんですよ。まあ、ここ磁石になっててペコってついてるんですけど、それを外して、で両サイドに置いて、で印字するときにこれがスルーッと動くわけですね。でこの上の2つのボッチがボール状になってて回転するんですよね。くるくる回るので、まあ上に乗っけたものがスルスルスルーッと動くっていう寸法でございます。それでこのモードを使うには多機能電動台座、先ほどまでは円柱にしてましたが次はタブレットにします。トン、まあ、このモードでこの板が上を動くような感じで印刷できるっていう感じになります。すごいすごいすごい、あ、これはすごいわ。こんな感じで大きいロゴも作ることができます。なんか表札とか作れそうですよねこれだったらね。最後にニスとか塗ってあげれば。では最後にね、車モードなるものをやってみます。この台座をですね下向きにします。さっきのこいつはもう使わないのでこの中にしまっておいて、内容物の説明の時にこんなのありましたよね。これをねどうやらここに取り付けるみたいですね。こう取り付けますと、で本体を取り外して、よ、この台座に取り付けると、これでいいのかな。こんな感じで車になるわけですね。これね高さがねそもそも11センチになるようにもう作られてますね。なのでこれはもうこのまんま使うっていう感じになるかなと思います。アプリの方ですね、先ほどここタブレットにしたんですけど、次はこの真ん中の車って書いてるやつ、これに変更します。これでちょっとスクロールプレビューしてみます。ポン、あ、動く動く動く、これはいけそうですね。はい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 、はい、じゃあこの辺からスタートしていきたいと思います。おー、すごい、これは楽しいモードですね。これテーブルとかに直接印字もできるってことですよね。まあ、平面であればっていうことですけど、わー、すげーけどカバーないからレーザーがすごい。これね必ず保護メガネつけてくださいね。保護カバーないんで煙がどれぐらい出てるのかっていうのも分かっていただけるかなと思います。今はね上換気扇で吸ってるので全部上に上がってってますね。今はね自分のロゴを印刷してますけど、もっと幅の広いものとか大きいものを印刷するときこのモードはかなり有効だと思います。はい、ということで完成しましたよと。うん、いい感じでできてますね。これ別にね持ったまま印字できるんですよ。この状態で直接ね照射するってことももちろん可能なので、こうですね、こうも可能だし、もちろん対象物が壁とかであればこうやって手で当てて印字することも可能です。まあ、ただね結構時間かかるものだとなかなかこうやってずっと同じ場所にね留めておくのって難しいので、これは本当にちっちゃいものに限るかな。本当に印刷1分以内で終わるもの、そんな感じのものであればこうやって手でやってもね全然 OK かなと思います。でも台座必要ないんだったら本当これでもいいよね。全然これでもいいのかなっていう感じがします。
それと最初に説明して全く使ってなかったんですけど、カッティングプレートだったかなっていうものみたいで、要はレーザーの位置外しちゃった場合にここ傷つけちゃう恐れあるじゃないですか。それを防止するためにこれがあるみたいです。幅がいい感じで同じになってますんで、こんな感じで置いて照射すると、最初のプレビューとか確認しないでやっちゃってレーザー外れた時でもこっちに傷がつかないと、そういった意味でのこのプレートみたいですね。最後にね、帽子、まあ、布ですね、こちらに印字してみたいと思います。この無地のキャップですが、まあ、ダイソーさんにこうやって売ってるんですね。僕あんま帽子かぶんないんでこれかぶることはないと思うんだけど、ちょっとこれ平面のものに印字しないとマジむずいっすね。むずいっていうか無理これはね、きついわ。もう絶対にね、この帽子だと凹凸が出ちゃうんでなかなか難しいっすね。本体斜めに傾けて角度をつけた状態でやってみます。はい、できました。あ、意外と貫通しましたね。あー、わかるかな、これ透けてるんですよ。スケスケです。こいつはもはやもうどうにもならない帽子なんで、ちょっと逆側でもう一回やってみます。これ深さ 2% の効率が 70%、 こっちが深さ 2% の効率が 50% っていう感じです。若干ね、ここちょっと生地厚み違うんですけど、でもこの設定が一番いいような気がしました。はい、ということで一通りの機能を使ってみました。使ってみた感想としてはかなりいいですね。使いやすいですし、こうやって持ち運びができるというか手で持ってできるっていうところも一つメリットなのかなと思いました。まあ、例えばこの帽子のね、この印字、このサイズぐらいであればだいたい1分ぐらいで可能なので、手で押さえてやるっていうのも十分できるかなと思います。で、まあ、やってみてすごいなと思ったのがこの写真ですよね。これちょっとね、色薄かったですけど、これ今光当たってるんでさらに見づらくなってますけどね、まあ、写真に関してはもうちょっと濃くしてあげると結構出来上がりも綺麗なのかなって思いました。でもしこれを買うのであれば、丸いものどうしても使いたいなっていう時が絶対来ると思うんで、これセットのものをね、購入されることを私はお勧めします。で、この電源ですね、もし本体を持ち運ぶってことであればこれは必須。ただ持ち運ぶ場所が電源が取れる場所であればこれは特にいらないのかなと思います。私もね、これ何回か使ったぐらいで、あとは携帯充電したりしてました。普段のモバイルバッテリーとしてはかなりでかいので、まあ、用途的にはね、ちょっとそれは厳しいかなと思います。それなりに重さもありますしね、これはまあ人によって、そのシーンによっているいらない考えていただいて、まあ、必須なのは本体とこっちですね。はい、このローラー、この2つがあれば十分楽しめる製品かなと思いました。で、肝心のお値段なんですけど、で本体はね8万円ぐらいで、プラスこのローラーくんですね、ローラーくんセットになると約11万円ってことで、正直ね、気軽に手を出せるような商品ではないです。ないんですけど、これ一つ思ったのが、こういうの商売にしてる人いるよね。こういったロゴなんかを印字して販売してるって方いると思うんですけど、だからなんか商用目的に使うんだったら11万の投資はありなのかなって思いました。例えばアクセサリーを作ってる人とかね、まあ、11万という投資で利益を得るって感じですよね。まあ、もちろんね、私のような趣味で使う方がほとんどなのかなっていう気はするんですけど、まあ、初めてのレーザー彫刻機って考えると、まあ、この製品は非常におすすめできるかなと思います。まあ、素材さえあれば今回みたいにすぐ印字することができますので、まあ、価格の敷居は高いけど使う面での敷居は低いかなっていう感じですね。ただ一つ問題になってくるのはその素材ですね。素材を準備できるかどうかで、アプリの方にも初期の素材が一応あるんですけれども、まあ、限られてますし、絵柄と文字を組み合わせたいとかそういったことになると、まあ、一応アプリでもできるんですけど、きっとね、自分の思い通りにはできないと思います。なのでやっぱり素材に関しては、まあ、スマホとかパソコンを使って画像ファイルを用意していただいて、それをこいつで印字すると、その使い方が一番正しいですね。何でもかんでもこいつの方で編集も全部賄おうとしたら、それはちょっと失敗します。いいものできないと思いますね。スマホ一つあればそれなりに作れちゃう時代ですので、そこまで苦労はしないのかなと思うんですけど、まあ、そこだけね、注意してください。ってことで総評をまとめると、レーザー彫刻機はめちゃめちゃ楽しい。これめっちゃ楽しいです。本当にね、ワクワクしながらチャレンジできると思います。なのでレーザー彫刻機自体まず皆さんにおすすめしたいのと、あとこの機種はコンパクトだし持ち運べるしっていうところですごく良かったです。で、今回紹介したレーザーペッカー2なんですけれども、いつも通り概要欄の方にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白よかった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。